皆さんこんにちは。 DNV では海事産業の最前線をポッドキャストマリタイムインパクトを通じて世界に向けて発信しております。その内容を日本語でもお届けする新たな取り組みを開始しました。マリタイムインパクト日本版を本日よりスタートいたします。皆さんの新たな情報源としてお役に立てれば幸いです。本日のナビゲーターは DNV ジャパンの三浦義則です。本日のエピソードは夏休み前に配信されたものですので最新情報を織り込んでいませんが、現在進行中の温室効果ガス規制措置の現状について少しまとめてお話ししたいと思います。今回は IMO を中心とするものではありませんが、その点にも触れていきます。今日のエピソードについて皆さんが興味深く耳を傾けてくだされば幸いです。では本題に入ります。まずは EU ETS と Fuel EU マリタイムから始めましょう。皆さんご存知の通り、2025年は Fuel EU マリタイムにおける最初のデータ収集の年で、2026年には報告、検証、コンプライアンスバランスの処理などが行われるようになります。これは良いことですが、まだ解決されていない実施上の課題がいくつか残っています。その中でも、Fuel EU マリタイムの実施の基盤となる EU テティスシステムに必要とされるすべてのソフトウェア機能を追加すること、およびメタンと N2O のスリップ対応に関する必要なガイドラインの開発が未完了となっています。ただし幸いなことに、ヨーロピアンサステイナブルシッピングフォーラムにより、2つの主要なガイドラインが完成し、現在公開されています。まず、Fuel EU における計算方法に関する報告書です。これは規制で定められた計算を理解し、実施するための指針とベストプラクティスを提供するものです。実際の船舶性能を計算しようとする人にとって不可欠な情報です。また、報告年度終了後に Fuel EU 規定に適合していたかどうかを確認するときだけでなく、報告年度中に将来の船舶の運航計画を検討し、それが年間コンプライアンス要件にどう影響するかを分析する際にも極めて重要となります。計算を正確に行うことは法的影響だけでなく、明確な商業的及び契約上の影響も伴います。このガイドラインは規制の解釈に関する多くの疑問を解消できるため非常に役立ちます。もう一つの重要なガイドラインは、Fuel EU マリタイムと ETS と呼ばれる排出量取引制度の両方に関連するもので、ヨーロピアンサステイナブルシッピングフォーラムによって作成されました。このガイドラインは、Fuel EU マリタイムの実施を支援するための船舶用燃料認証手続きに関する報告書と題され、これらの法的枠組みの実施を支援するための認証手続きに言及しています。その焦点は、再生可能燃料及び低炭素燃料の温室効果ガス及び持続可能性認証を証明するための要件にあり、具体的にはバンカリング作業と Fuel EU 及び EU ETS への適合を証明するために必要な書類に言及しています。こちらはかなり複雑な内容です。この文書は、EU 港湾における燃料補給だけでなく、ETS 及び Fuel EU マリタイム規制への準拠が必要な EU 域外での燃料補給作業を取り上げていることもあり、非常に重要で役立つものです。これらの文書は、欧州委員会のウェブサイトの Fuel EU マリタイムサポートページに掲載されています。デカーボナイジング、マリタイム、トランスポート、Fuel EU マリタイムというキーワードで検索すると検索結果に表示されるはずです。次に少し特殊な注意点についてお話しします。これらのガイドラインは欧州委員会によって設立され運営されているヨーロピアンサステイナブルシッピングフォーラムによって策定されたものであり、同フォーラムの積極的な参加のもとで作成されました。これらのガイドラインは欧州委員会によって好意的に受け入れられていますが、欧州委員会の公式見解を反映するものではなく、
法的拘束力もありません。では、それをどう解釈すればいいでしょうか。私たちの見解では、これは主に正式な EU 文書の公表に関連する法的プロセスに関する問題に他なりません。実務的な観点からは、これらの文書に記載されている情報は、法的免責事項を付した規定の慣行として扱い、必要に応じてスムースな見直しや変更プロセスを可能にするものとして捉えるべきものです。EU ETS 関連事項について続けます。皆さんご存知の通り、2025年9月30日は、シッピングカンパニーに対して義務付けられた EUA、つまり EU 排出枠の初の焼却期限日です。ただし、多くの人が見落としている点は、シッピングカンパニーが前年の検証済みの企業排出量値を翌年の3月31日までにユニオンレジストリーに報告する義務があるということです。この報告が行われない場合、該当する焼却口座、マリタイムオペレーターホールディングアカウント、いわゆるモハは他の焼却口座への EUA の売却及び移転が禁止されます。当該焼却口座による EUA の受領や EUA のユニオンデリーションアカウントへの移転は引き続き可能であり、形式上は9月30日までに EU ETS に準拠するための障害にはなりません。ただし、口座運用時の潜在的なトラブルを回避するため、報告を完了し、その日付までに問題を解決しておくことを強く推奨します。EUA を期限内に提出しない場合、重大な金銭的罰則が課せられます。また、2年連続で提出しないと、最悪の場合、船舶の拘留につながる可能性があります。ただし、EU ETS に関する最近の最大の動向は、当然ながら EU とイギリス間の共通理解と呼ばれる合意です。この合意には EU とイギリスの排出量取引制度を連携させることなど多くの政策事項が含まれています。では、これは実際海運業界にどのような影響を与えるのでしょうか。簡潔に言うと、現時点ではまだ不透明です。まず、これは海運業界だけの問題ではなく、はるかに大きな問題であることを必要があります。これはより広範な政治的動向に後押しされ、特に EU が導入予定のカーボンボーダーアジャストメントメカニズムが大きな要因となっています。イギリスは明らかな理由により EU へのカーボンボーダーアジャストメントメカニズムに関して輸出において罰則を受けるリスクを回避したいと考えています。これについては海運を含む多くのセクターが挙げられていますが、現時点では詳細な情報は提供されていません。第2に、これは大まかな合意に過ぎません。実務的な詳細は交渉を通じて決定される必要があります。これには実施スケジュールも含まれます。現在 EU とイギリスは交渉プロセスについて交渉中であると言われており、実務上の具体的な影響が明確になるまでは時間がかかりそうです。そしてイギリスにおいてはこれは非常に重要です。その理由は単純です。イギリスは2026年1月1日から船舶を対象にイギリス版 ETS を適用することを計画しています。UK ETS の制度はまだ確定しておらず、そのことだけでも年末までに準拠する必要がある企業にとって少なからず不安材料となっています。さらに EU ETS との整合性に関する約束と、それが何を意味し、いつ実施されるのかと、いう不確実性が加わっています。その統合プロセスによる潜在的な影響の前に、UK ETS の制度案に関して、すでに分かっている主な要点を簡単にお話しします。これは2025年1月に終了した公聴会で提起された質問に基づくものですが、現在までこれに関する追加の決定は公表されていません。当然 EU ETS と数多くの点で類似しています。具体的にはトンスン基準、オフショー船舶への適用、責任主体が登録船主となる点などです。
ただし、ISM カンパニーへの委任オプションが設けられるなど異なる点もあります。重要な点としては、この規制は当初、イギリス国内航海のみを対象に提案されていましたが、最終的に港湾における排出量をすべて対象に含む見込みであることが挙げられます。これにより、国際航海のみを行う船舶であっても、イギリス港湾での排出が対象となるために、規制遵守措置を講ずる必要が生じます。また、少なくとも検討されている潜在的な重大な相違点として、例えば EEA、欧州経済領域を往来する船は、その排出量の 50% をカバー、排出燃料係数に対し、ウェルトゥウェイクアプローチが適用される可能性などが挙げられます。イギリスが今年春に発表した海運脱炭素化戦略は詳細についてさらに説明せず、海運が UKETS に組み込まれること、および2026年1月1日の実施計画を再確認するにとどまっています。プロセス全体と各要素の動きから、夏休み前に制度が決定されることを期待していましたが、第三四半期に延期される可能性がありました。しかし、EU とイギリスの共通理解を受け、現在では多くの人々がより根本的な疑問を抱え始めています。まず、UKETS は予定通りイギリス単独の制度として導入され、EU とイギリス間の交渉が終了するたびに改定されるのか、あるいは、延期され EU との調整が完了してから導入されるのか。また、奇跡的に2026年1月1日までに EU と整合した制度が導入されるのか。整合させること自体は素晴らしいことですが、海運セクターが先ほど述べた3つのシナリオのうち、どれが現実となるのかについて、何らかの明確さを得られることがさらに重要です。明確さと期待についてお話ししたところで、IMO とネットゼロフレームワークの現状に簡単に触れたいと思います。皆さんご存知の通り、新たな温室効果ガス規制が MEPC83 で承認されました。詳細が必要な方は、この結果に関するエピソードを英語版で公開しておりますので、ぜひご確認ください。この会議における重要なポイントは、投票が行われたことであり、それにより次なるステップである10月の MEPC の ES2 セッションでの採択プロセスに関して多くの懸念と不安が生じていることです。いくつかのポイントをお伝えしたいと思います。まず第一に、承認された規制は10月の再交渉の対象に挙げられていません。変更は明確化、曖昧さの除去、法的文言の明らかな誤りの訂正などに限られています。革新的な要素や重要な日程の再交渉は行われません。私たちは本質的に受け入れるか、拒否するかの選択を迫られている状況にあります。第2に、MEPC83 での経緯を踏まえると、今回も通常の合意に基づくプロセスではなく、投票が行われる可能性が高いと考えられます。今回の投票規則はこれまでとは異なっており、マーポール条約附属書6に加盟し、投票に参加する国・地域のうち3分の2以上の賛成が必要であり、棄権は投票としてカウントされません。MEPC83 の投票行動から、現在の地政学的混乱にもかかわらず、この案が採択される可能性は非常に高いと確信しています。第3に、採択後も作業はおりません。MEPC ES2 の翌週には、第20回インターセッション作業部会が直ちに開催され、必要なガイドラインの策定作業が始まります。これは1年及び1年半以内にほぼ完了する必要がある大規模な取り組みであるため、進捗状況に応じて今後さらに詳細をお伝えします。ここで重要なポイントをおさらいします。船舶の脱炭素化に関する取り組みが鈍化すると思っていた方々に対しては、まだ鈍化はしておらず、当分は鈍化することはないとだけお伝えしたいと思います。
EU ではヒューエル EU マリタイムの枠組みが形成されつつあります。イギリスでは UK ETS に海運を含むかどうかに関するいくつかの根本的な問題が未解決のまま残っています。2026年はいかなる尺度で測っても決して遠い未来ではありません。IMO は新たな規制を導入する見込みですが、技術的及び政治的な課題が山積しています。いずれにしても規制の動向から目を離すことはできなさそうです。皆さんがお聞きになっている番組は、三浦義則がお届けしている DNV のポッドキャスト、マリタイムインパクトの日本語版です。今回のエピソードは試験的に配信しましたが、今後グローバル版のエピソードの配信に合わせて日本語版をお届けする予定です。新しいシーズンでは IMO、イギリス、EU に関するさらなる情報をお届けします。他にも新しい情報があるかもしれません。いずれにしても、すべては海運の脱炭素化への道のりが焦点となります。今回のエピソードをお楽しみいただけましたら、評価やレビューへのご協力もお願いします。この日本語版ポッドキャストや、その他の情報は DNV Japan のウェブサイトからアクセスできます。よろしければ、DNV Japan というキーワードで検索してください。それでは、最後までお聞きいただきありがとうございました。